どうもラノ太郎です。今日も楽しんでいきましょう。今回はラノ太郎も最近めちゃくちゃハマっている鬼滅の刃のグッズ購入品紹介をやりたいと思います。ガチャガチャだったりアニメイトなどのアニメグッズが売っているところでハマって買い集めています。最後には次回の動画の予告もあります。よかったら最後まで見てください。では始めていきましょう。それではラノ太郎の鬼滅の刃グッズ購入品紹介やっていきます。まずはこちら、グッズではないんですが、鬼滅の刃にハマったスタートですね。鬼滅の刃は何も見たことがなかったところから、姪っ子もハマっていることを聞いて、今年の6月頃にこちらの漫画からスタートでした。そこから沼にハマって、今ではグッズも買って、バッチリ最新の映画無限列車も見に行きました。映画めちゃくちゃ良かったですね。ちなみに漫画は今現在18巻まで読みました。終わってしまうのがもったいなくて買うスピードを緩めています。次からはグッズの購入品です。こちらは鬼滅の刃全員集中見つめてアクリルチャームです。どこから見ても目が合うということで見つめてアクリルチャームっていうんですね。ラインナップは全8種類で、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、義勇、忍、カナヲ、炭治郎の最終選別バージョンの全8種類のうち1つ入っています。メインチャーム1個とサブチャームが1個、ガムが1個入っています。サブチャームを組み合わせると自立するようにもできるみたいです。こちらはかなり気に入った商品だったので全8種類が入っている箱買いをしてしまいました。全8種類紹介していきます。まず炭治郎です。どこから見ても目が合います。この商品のお気に入りポイントは大きさが大きめなところと後ろ姿も描かれているところですね。後ろ姿が書いてあるアクリルチャームなかなかないですね。サブチャームは刀です。禰豆子です。この二等身な感じも可愛いですよね。サブチャームは禰豆子が入っている箱です。善逸です。泣いてる姿が可愛いですね。サブチャームはチュン太郎です。イノスケです。素顔とイノシシどっちも書いてあるのがいいですね。サブチャームは天ぷらです。義勇です。サブチャームは刀です。忍です。後ろの髪留めもしっかり見えてますね。サブチャームは蝶々です。カナヲです。蝶々を持ってますね。サブチャームはどうかです。表と裏って書いてあります。最後が炭治郎の最終選別バージョンです。鱗滝さんの雲が書いてある羽織にお面もつけてますね。
サブチャームはサビトとマコモのお面です。お面の後ろ側が書いてあるのは珍しいですね。全員可愛くて箱買いして本当に良かったです。こちらは鬼滅の刃豆メイト煉獄杏寿郎です。煉獄さんのグッズは一つ買っておきたいと思っていて、豆のようにコロッと可愛いこちらを買いました。髪の毛もマントもしっかり作ってあって、とってもお気に入りです。次にこちらは鬼滅の刃モチコロリンさん、ぬいぐるみマスコットです。全6種類でゲンやサビとマコモ、タマヨ、ユシロ、ルイという、なかなかグッズ化が少ない6人に惹かれて買いました。誰が当たるでしょうか。サビトが当たりました。このぬいぐるみもめちゃくちゃ可愛いですね。お面もしっかりあってデザインも最高です。中にはビーズも入っていてお手玉みたいになってますね。マコモも並べておきたいので、また買い足したくなっちゃいました。次にこちらは鬼滅の刃とラスカルのコラボ商品、トレーディングアクリルスタンドボリューム2、全13種類です。誰が当たるでしょうか。イグロが当たりました。ラスカルがイグロの格好をしてて可愛いですね。カブラ丸に驚いてます。名前なんかのプレートもついてます。ラスカルのシリーズなので、ラスカルの足跡なんかもデザインされてますね。こちらもとっても可愛いデザインで集めたくなっちゃいますね。次からはガチャガチャです。鬼滅の刃キャラバン超高ラバーマスコット死の方、全9種類です。炭治郎&義勇が当たりました。どのキャラの組み合わせも可愛くて外れなしって感じですね。次にこちらは鬼滅の刃ココミエアクリルフィギュア死の方、全8種です。伊之助とユシロが当たりました。このココミエシリーズは後ろ側に心の声が書いてあるのが特徴です。伊之助はワクワクが止まらねえぞって書いてありますね。デザインも可愛いです。台座がついてあるので飾るのにも便利ですね。ユシロはグッズになることが少ないキャラなのでとっても嬉しいです。頭の中はタマヨ様一色です。このシリーズも並べて飾っておくと可愛いので揃えたくなっちゃいますね。次はカードダスで鬼滅の刃カードマスコットです。カードは全16種です。中には台座も入ってるみたいです。何が当たるでしょうか。義勇とサネミです。二つ目は炭治郎と無惨です。結構固めのカードで、上の方に丸い穴が開いていて
自分でキーホルダーにもできるみたいですね。こちらの台座に乗せて飾ることもできます。キャラクターのデザインも可愛いですね。次もカードダスで鬼滅の刃ダイカットステッカーセット2、全16セットで1セットに4枚ステッカーが入っています。こちらの6種類が当たりました。一つずつステッカーを見ていきましょう。炭治郎の封筒です。キャラクターと耳飾り、アニメの場面写、禰豆子とのツーショットが入っていました。サビトとマコモの封筒です。それぞれのキャラクターとそれぞれのアニメの場面写が入っていました。善逸の封筒です。キャラクターとチュン太郎、アニメの場面写と伊之助と一緒にいるところ4つが入っていました。無惨とルイの封筒です。それぞれのキャラクターとそれぞれのアニメの場面写が入っていました。甘露寺光莉の封筒です。キャラクターと恋柱入りのキャラクターとアニメの場面写、アニメ画のワンショットが入っていました。イグロおばないの封筒です。キャラクターと蛇柱入りのキャラとアニメの場面写、アニメ画のワンショットが入っていました。今回の購入品紹介は以上です。今回は鬼滅の刃グッズ購入品紹介でした。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけてたら嬉しいです。ラノ太郎はどのキャラクターも大好きで、レゴで鬼滅のキャラクターを作りたいと思いました。そこで次回の予告です。まず第一発目は主人公の炭治郎を、こちらのアクリルチャームの炭治郎を見ながら作りました。思った以上の大きさになり、今までで一番の大作となりました。絶賛編集中ですので楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録してお待ちください。ではまた次回のレゴで炭治郎を作ってみた動画でお会いしましょう。ラノ太郎のツイッター、インスタグラムのアカウントは下の概要欄に貼ってあります。ぜひフォローしてください。これからも YouTube 頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ぜひ右上に出ている丸いところを押してチャンネル登録よろしくお願いします。いろいろなことにチャレンジしていきたいと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください。またねー。